フォートエドワードは、アメリカ合衆国ニューヨーク州の東部、ワシントン軍の町であり、同軍の軍庁所在地である。ハドソンホールズとフォートエドワードの各村の間、アメリカ国道4号線沿いの市民センター施設に、ワシントン軍の軍庁舎がある。この施設が1994年に完成した時、軍の管理事務所が、それまで軍庁所在地だった、ハドソンホールズから、この場所に移ってきた。 2011年時点で町の人口は1万205人だった。フォートエドワード町はグレンズフォールズ大都市圏に属している。フォートエドワード町の中には同盟のフォートエドワード村も入っている。この村も町も軍内では東部軍境にある。フォートエドワードはヨーロッパ人が植民地化を始める前の数千年間にわたって、 インディアンが使っていたハドソン川の滝周辺にある陸路だったグレートキャリーイングプレイスにあるインディアンの大戦争堂にありそれをフランス人やイングランド人が植民地時代特に18世紀には自分たちの戦争のために使ったフレンチインディアン戦争の時フィニアス・ライマン将軍が1755年にここでライマントリデを建設した 1756年に、この地域のインディアン問題のイギリス監督官、ウィリアム・ジョンソン教が、イギリス王ジョージ2世の孫である、エドワード王子の栄誉を称えてエドワード取り出と、解明した。エドワードは、後の国王ジョージ3世の弟だった。ホートエドワードの町は1818 18年に、設立された。1849年、ホートエドワードの町が、 村として法人化されることで町と分離した。フォートエドワード・デラウェアハドソン鉄道駅、フォートミラー改革協会施設、セント・ジェームズ・エピスコパル協会、ロジャーズ等、オールド・フォート・ハウス、ウィング・ノーサップ邸が、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、長域全面積は27.4平方マイルであり、 このうち陸地26.8平方マイル、水域は0.6平方マイルで、水域率は2.19%である町の西側境界はハドソン川であり、川の対岸はサラトガ郡である。アメリカ国道4号線がハドソン川に沿い、町の西側を走っており、ホートエドワード村でニューヨーク州道197号線と交流する。ハドソン川は、 町の北部を横切っている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ホートエドワード駅、アムトラックのホートエドワード駅はイーストストリート70にある。アムトラックのホートエドワード駅に停車する列車は下記の通り。ホートエドワードの該当。ありがとうございます。